行きたいところ渋滞120分って書いてあったよ。カラオケなんすよ。トークテーマ、うん、今までで一番辛かった二日酔いの話。なんで望遠鏡を使って隣のマンションの神木くんの家のテレビで見ます。ちなみに海ほたるなんで行きたかったんですか。プリクラ撮るのすごいじゃん。ってかなんかもうさ20分ぐらいはこの3人でもうドライブしてる。そう、まあ、そうね、20分ぐらいしてんじゃない。だからさすごい今ナチュラルに俺迎え入れられたけどさ、うん、久々の再会もできてないんだよね今みんなと、うん、顔も見えねえし顔も見えません。どうも桜田通りです。想像でしまします、はい、喋った。僕に関しては通りさんとそこまで喋ったことないですもんね。渋滞です。僕はね一応目的地が入れてるの今、うん、入れてる。なんか一応入れてるけどどこ行くの。怖いんだけど。いや、いつも行ってる場所よりかはどっかあるかなとも思うし、武雄さん都内ロケとか行き尽くしてらっしゃるんで。いやそうなんだよ。いやだから、うん、本当に無駄にできないよ。いや本当そうだよ。今のところの取れ高は2分です。嘘でしょ、はい、2分2分です。だってまだどこにもたどり着いてないじゃん。車内だけはやっぱ厳しいですよ。そうだよね。確かに2分あくまでもこの車は移動手段ですから、うん、はい、あの車の中で取れ高求めちゃダメ。稼ごうとしてもダメですよ。そのためにいろいろ多分このカバンに入ってるという何あ、そう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 。なんかおもちゃ入ってるね。そうすごい色が入ってるんですよ。なんか面白そうなのあったら教えて。え、その iPad は何なの。 iPad がこれ、あ、iPad がカラオケなんすよ。いや、カラオケ実はすごくないですか。カラオケを流せるんですよ。 iPad のアプリってそう最低の。それこそ我々の曲入ってるよ、ね、ハンサムライブ。そうなんだよ。先に言っとくけど俺もう歌えないからね私もう5年以上前なんで。いやいやいや、あのタケル世代の曲入ってるから。いやいやいや、 This is the time とか This is you とか先に言っとくけど本当に俺無理だからね。嫌だとかじゃなくて無理なんだ。トークテーマトランプだ。そうそうそう。話題に困ったらきっとこれでね。あ、ちょっと一回やっとく。そうだね。はい、聞いてください。引いたお題なんですかね。引いたお題についてみんなでトークするってこと。そういうこと。じゃあ読み上げますね。はい、トークテーマ、はい、酔って電車でダイナミックに寝過ごしてしまった話。すごいピンポイントだ。いやもう全然なんかそれはこっちがするいや言っちゃってるじゃん。そうだね、ピンポイントなんだよ。ピンポイントピンポイント。ちなみに僕一回もないですね。それは経験としてないです。ないっしょね。もうないですね。ないよね。僕もない。ないね、で終わりかよ。全員ない。全員ないです。トークテーマ。ええ、酔って記憶以外になくしたものの話。なんで酔ってなの？なんで全部今のところ酔ってなの？飲み会とかで使うからお酒系のやつが多いかもしれない。あ、なるほど。もう一個読むね。トークテーマ。うん、今までで一番辛かった二日酔いの話。なんでレインボーブリッジじゃないですか。そうだよ。フジテレビ行くの。フジテレビに営業に行くの。ワンスタ違いますよ。まあまあリュウクに任せてね。そう、間違いないと思いますけど。もちろん。いやでも本当今日天気がいいね。いや天気いいよ。よかったよ。よかった。眩しいサングラスかけてんのに眩しい。かけてるよね。かけてもな眩しい。なるほどね。あーへえ。行きたいところ渋滞120分って書いてあったよ。いや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 、渋滞20キロ以上って書いてあったけどどうしようかね。えげつないな。その時点で遠いんですよ目的地が。だったら分かった、違う道から行っちゃおっか。渋滞20キロ以上120分以上のところを通んなきゃいけないので。120分これはなかなか痺れるよね。痺れるんですよ。なのでこのまま東関道乗りますね。はい、とりあえず向かいますわ。今取れ高何分4分今4分か4分か4分だ、ね、やっと4分か。まずいな。もうグッズはないの。全然いっぱいありますよ。わあ、これ知ってる。 え知ってます。キャット&チョコレート。何それ何それ。こうやってシチュエーションカードがあるんですよ。なんかサボってるところを見つかりそうっていうシチュエーションのカードとか引いていくんですけども、うん、引いた時に後ろに数字が書いてあるのかって1とか2とか最大3枚かな、うん、このシチュエーションを切り抜けるために使う
こっちのアイテムカードの枚数が書いてある。うん、ほう。あ、例えばじゃあこの寝癖がひどすぎるで後ろに2って書いてあったら、はい、こっちのアイテムを2個使うんだね。2つ使って、2枚使ってその書いてあるシチュエーションを切り抜けることを引いた人が考える。考えてみんなに説明する。なるほど。でその説明が OK だったらみんなでまあ OK だねっつって、いやお前それ全然そのシチュエーションと切り抜け方センスないでしょっつったら負けなんだ。負けみたいな。完全に理解した。細かくは違う気もする。さすが。人に選んだ3枚なんですけど。ありがとうございます。じゃあどうぞ一番上を引いてください。手札のカードを使ってこの1枚で1枚で切り抜けてください。テレビ番組の録画に失敗、どうしても見たい。まあ最初なんでベターなんでいきますね。はい。望遠鏡を使って隣のマンションの神木くんの家のテレビで見ます。さあ判定は意味はないですか。おー、まあ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 、ね、現実的ですよ。そう、感じでしたね。リアリティが。はい、じゃあ引いてください。はいはい、じゃじゃん。目覚まし時計が止まっていた、このままでは遅刻だ。はい、これ2枚使って、アイテムカード2枚使えるんですね。切り抜けてください。いやもうこれはもう簡単ですよね。このラーメンとチョコレートを使って、仕事の同僚たちにご飯をごちそうして、その遅刻をなかったことにしてもらうと。いかがでしょう。いやまあダメですよねこれ。これはやっぱりこの遅刻を切り抜けるってとこがね。遅刻した後のフォローの仕方。そう、フォローの仕方、フォローとしては良かった。いや、ね、切り抜けてないからダメですか。やっぱダメですよ。どうですか、ダメな場合は。ダメな場合はじゃあカメラに向かってあれあれ言って、これもオペだだっけ。これもこれは治療 だ, 治療だ。あ、これそれそれ、これは治療だ。使いません。さあ声をかけられたおいが、が誰なのか思い出せない。ありますね。わ、これありますね。3枚です。声を3枚使って全部使っていいんだ。声をかけられたが誰なのか思い出せないように3枚を使って切り抜けると、まあだから声をかけられてるわけですから、うん、佐藤さんですよねみたいなわけですよ。まあまあそうね。つまりだから着物を着て剣をこう振って、振って佐藤だよっていう、まあまあまあ、まあ、行動として行動して、で最後に7月から公開の映画のチケットを渡して去ります。うわすげえな、それ。結果誰なのか思い出せませんが、向こう満足するよ。その場を切り抜けるという、はい、じゃあ判定しましょう。判定しましょう、ね、判定しましょうか。もうダメですね。切り抜けられてない。誰かやっぱ思い出すってところが肝ですからね。真面目。めっちゃ厳しい。このゲームに真面目。めっちゃ厳しい。結構断続っぽいですね。お腹空いてきたよね。お腹空きましたね。今だってもうね12時46分だよ。そうだよ。そうですよ。どこに向かっとる。ちょっと一回全部のゲームやろう。あとお知らせがあるんですけどね。ああ、ゲームがもうない。じゃあ寝るね。マグネット。ダメです。それならカラオケならありますよ。カラオケならじゃあ眠るね。これで俺 YouTube やっぱ1本目持ってるとやっぱ思えない。そうですね、全カットの可能性ありますかね。いやいや、全カットですよ。これなおさらやっぱどこ行くかが重要になってくる説っていうのは。本当ここまで待たせて乗ってマジちゃんとしてよ、神木さん。そう、海ほたる行きたかったんだけどね。海ほたる行くためには。ちなみに海ほたるなんで行きたかったんですか。海ほたるのプリクラ撮る。すごいじゃん。すごいじゃん。こんな俺車で大移動するとはつゆ知らずでした。神木隆之介のウィキペディアを、うん、信憑性をちょっと探りましょう。ああ、結構ね、うん、勝手に編集できたりしますからね。埼玉県出身。はい、埼玉出身ですね。どこなんですか埼玉。富士見市というところ。富士見市出身で。趣味は写真撮影。あ、もう写真これ合ってますね。合ってますね。漫画やライトノベルが好きだと公言して。好きです。きっかけは高校1年生の時に読んだ神の水を知る性格。そうです。合ってるな。合ってる合ってる。性格ですね。子供の頃は水泳が苦手であったが、苦手です。妖怪大戦争の撮影で沼にはまるシーンを演じているうちに克服した。本当です。
本当に泳げなくて、それこそ沼にはまるとか、なんか滝つぼみたいなところに落ちるみたいなところがあって、ハードだな、子役からはい、ここで問題です。はい、神木くんが両親から神木家家訓として挙げられた三条、性格の可愛い人でありなさい、真逆の意見でも一度は受け入れなさい、あと一つ何でしょう。普段の理由知ってる人強いよね。そうだよ、普段の理由はそれを常に心に留め行動しているわけですから、それで間違いないですね。神木さん間違いないです、はい、迷ったら千葉に向かえみたいな。 おすごいね。なんだっけ、なんか稲穂のなんだっけ、なんかみたいなやつですよね。神戸を垂れる的な。当ててどうするいや、ヒントが強かったんですもん。正解です。読んでたね。実るほど神戸を垂れる稲穂かな。そうそうそう、はい、こちら神木さん合ってますね。合ってます。以上、神木くんのウィキペディア考察でした。佐藤健ウィキペディア考察する？うん。じゃあ佐藤健ウィキペディアクイズも出ますから皆さん。はい。ダンスに夢中になりすぎて、学校の授業は寝てばかりで恋もしなかったため、高校生活には悔いが残っていると、映画バクマンの高校生限定友情試写会で明かした。これでも本当です。これ僕が言った言葉なんで。はい、なかなかちゃんと書かれてるね、ウィキペディアですね。うん。はい、ここで問題です。はい。はい、自身にとってのヒーローは、何々の何々であると、はい、佐藤は昔から答え続けているでしょう。何々の何々か。何々の何々。これなんかアニメとか漫画の話じゃん。あ、でしたっけ。じゃあハンターハンターの俺切るわ。はい。ファイナルアンサーでよろしいですか。あ、そういう形式になった。そういう形式にします。お二人は。じゃあルローニ決心で。おお。いいね。桜田さんは。ワンピースのシャンクス。正解を発表します、はい、自身にとってのヒーローは、はい、名探偵コナンの江戸川コナンであると昔から答え続けており、漫画をずっと愛読していることから、いやいやいや、2010年には原作者の青山剛昌と対談を行っている。そこが正解でした。コナンなんだ。コナンでした。え、江戸川コナンの方、工藤新一の方。江戸川コナンの方。あ、そっちなんだ。これ実写化の怪盗キッドフラグか。佐藤だけ僕がやりたいのはコナンなので、そうそうそう、できませんっていう。俺が小さくなれたら実写化。コナンは神木がやるから。そう、なんでだよ。子役だから。言葉の定義がちょっと落ちてるから。悲しい時のやつ。やっと降りた。ちょっと食おう。なんか、じゃあ食おう。食べよう、食べよう。食べましょう。あんの、なんかカレーが。あ、美味しそうな。カレー、ほんと美味しそう。うわ、美味しそう。はい、うん、3時間かけてきた甲斐がありましたね。真面目な話してる。うん、戻るでいいの。